こんにちは、お腹が空いてきた翔太です。今回なんですけど、新人くんですね。こちらなんですが、ぶっ壊れです。はっきり言ってぶっ壊れなんで、取れるのであれば、皆さん取っていただいて、特にですね、不満が出るキャラクターではないかなというふうに思います。とはいうもののですね、別に取らなくてもいいかなっていう思う方はいらっしゃるんで、そちらについてですね、今回は話していこうかなというふうに思います。このキャラクターの特徴ですね、を言っていくと、スキル1で暴走、ばらまけるって言っても2体ですけど付与できるっていうところと、影子を味方全体にばらまけるっていうところが強力です。でスキルにはですね、暴走に入りつつ、知力値で、実質勝っていたらみたいなところありますけど、撃砕と虚弱を敵4名にばらまいていくことができるというふうな感じになっておりますので、スキル1は暴走付与、スキル2で撃砕付与っていう風な感じのキャラクターになっています。なんでスキル2を打ちたいバッファーになるというところになりますし、知力値勝負で勝たないといけないんですけど、暴走で、知力値 60% 上がってるんで、結構ですね、育成は楽なんじゃないかなと。1.6 倍にすることができるっていうことを考えると、比較的ですね、ある程度の知力値さえ確保しておけば、後半の戦役でもしっかりですね、勝っていくことができるんじゃないかなというふうには思いました。で、おまけですね、精錬状態を付与したりだとか、真意を付与したりとかもできますし、味方の影子解除不可だとか、毎ターンですね、味方に抵抗をばらまいたりだとか、このキャラクターが付与した成功状態 50% 解除無視だとか、実質ですね、2回致命ダメージ無視と2回復活があったりだとかいうところがあるんで、なかなかですね、バッファーとしては最高峰のキャラクターが来たなというふうに、個人的には思っているんで、耐久もしっかり上げてくれるっていうところもあって、大黒天とかと組み合わせてあげることで、ボス戦ですね、2001以降のボス戦とかも結構立ち回りしやすくなると思うんで、基本的に皆さんにおすすめのキャラクターです。スキル1もスキル2も戦役適性があるっていうところで、正直ですね、取らない意味はあんまりないかなと思うんですが、正直ですね、これ暴走キャラクター3体目なんですよね。今までニビアン、コキビときての、この新人くんになるんで、暴走の火力自体はしかもずっと変わってないんですよね。 100% が 120% になってますとかなら、心から押せたんですけど、そこは 100% のまんまで、筋力値、敏捷値、知力値が 50% だったり 60% だったりっていうのはあるんですけど、そこの値ってあまり戦役においてはダメージとしては、ぶっちゃけそんな変わるもんでもないんで、別にニビアンでもいいかなっていう気持ちあります。ニビアン、コキビと、大きく違うのはスキル2で撃砕をばらまくことができるっていうところがあるんですけど、ニビアンであればスキル2で束縛、コキビであれば確か毒と麻痺だったかな、をばらまくっていうところで、束縛一応戦役適性あるんですけど、とは言ってもですね、束縛とか毒とか麻痺っていうのはあまり戦役では、そこまで活躍するもんでもないっていうのが、正直な今までのところでした。に加えてその状況の中で、このキャラクタースキル1で暴走、スキル2を撃砕っていう、結構いいキャラクターが来たなっていう風な印象はあるんですけど、スキル2が撃砕なんですよね。何が言いたいかって、暴走キャラ3体目じゃないですか。今まで2体持っていたとしたら、別に暴走キャラとしてはいらないわけですよ。ぶっちゃけ。持っていてもいいかなとは思いますけど、ぶっちゃけいらないと。で、付与できる人数がもっと増えてるとかだったらまた話変わったんですけど、2人までっていうところもあるんで、正直コキビの方が使いやすさ、なんなら暴走だけで言うとあるかなって思います。で、スキルにですね、撃砕付与できるんですけど、撃砕付与キャラクターっていっぱいいるんですよね。もちろん暴走と撃砕付与っていうのは初めて来ましたけど、別に私、源の昼間さずっと使ってますし、撃砕キャラクターとしては、先日ですね、花嫁化することによって、っていうかドレスを取ることによって、状態上耐性無視も 100% になってですね、2001以降のボス戦じゃない、戦役でも使えるようになったんで、1巡目でバッファー1人落として裏から源の昼政を出すっていうので、撃砕を付与したりだとか、今でもやってますし、急転原理ですね、っていうのがスキル1で祝福、スキル2で撃砕というキャラクターだったんですけど、
まあ別にその辺のキャラクターも拠点ゲージを持ってる方も非常に多いかなと思いますので、まあ、その辺のキャラクターで撃砕を付与していた方にとっては別にこの撃砕っていうのは魅力的じゃないというところがあるんで、まあ、正直ですね、まあ、暴走キャラと撃砕キャラですね、それぞれ2体持っているのであれば無理に取らなくてもいいかなとは、まあ、正直思います。そこの役割を重ねることができるっていうところは確かに優秀なんですけど、まあ、劉備とか使っているとですね、実は1巡目でバッファー1人落として裏から源の広政が出てくるとかの方が劉備のコブの倍率が上がったりするんで、このキャラクターが1巡目も2巡目も居座ってるよりは1巡目と2巡目でキャラを変えた方が火力が出る場合っていうのもあるんですよ。特に劉備とか使ってると、劉備使ってない場合は別にいいんですけど、ってことを考えると、まあ個人的には、暴走キャラ撃砕キャラそれぞれ2体すでに持っている方は、まあ、無理には取らなくてもいいかなとは思います。まあ、そこをどうしても重ねたい方ですね、重ねて何かその先が見える方にはいいんですけど、まあ、正直、そこまで必須ではないかな。もちろん取ったら闘技場で強いんで、闘技場で強いバッファーになるんで、そこの源広政が闘技場で強いかって言われると、まあ金目かまでしたら強いは強いんですけど、まあ、そこまででもないってことを考えると、まあ、闘技場においては確かに強いですけど、この新人くんは、まあ、2体以上持ってるなら、まあ、取らなくてもいいかなと思います。まあ、ただ、特にアマテラスを持っている方は白卓新人くんアマテラスでほぼほぼのバフデバフが揃うんで、ほぼほぼのっていうか全部揃うか、まああとチクルキャラクターと劉備入れるとですね、なんか割と完成されたですね編成が出来上がるんで、まあそれは組んでみてもいいかなと思います。まあ私は今そこの暴走と撃砕をですね、表が暴走で、ニビアンが暴走で付与してあげて、で裏から源の広政が出てくるっていうので、まあ、やってるんですけど、まあ、そこをまとめてしまっても、まあ、いいかなと思います。ちょっと劉備の火力落ちちゃうはずなんで、まあ、そこはどうなんだろうって思うところはあるんですけど、まあ、そこをまとめるっていうのはまあなきにしもあらずかなというふうには思いました。撃砕の性能も変わらんしな、 25% もしここもしかして 5% 違うとかある、それならちょっと話変わってきます。あるな、まあそこの 5% で劉備の攻撃力ダウン分を補えるのであればいいけど、まあワンチャン補えそうな気もする。まあなんで、まあ基本的に取ってもらう分には全く問題ないんですけど、暴走キャラ、撃砕キャラ2名以上持っている場合って、持ってる方多いと思うんですよね。なんやかんやだってコキビも人気あるキャラクターですし、まあ、ニビアンもうこんだけ再販してたら結構な無課金の方とはいえですね、こんなに何回も来てたら取ってる方多いかなと思うんで、まあ、次に来た暴走生後の MR 製バッファーではあるんですけど、まあ、そこまで無理に取らなくてもいいかなと思います。ぶっ壊れではあるんですけど、無理に取る系のキャラクターではないかなと思いますので、はっきり言って、まあ、今までのキャラクターがいるのであれば、まあ、スルーしても問題ないと思います。まあ、逆に、それぞれまだ1体ずつしか持ってないという方はですね、このキャラクター取るだけで、全ての、このキャラだけでですね、どっちも2体ずつゲットすることになりますんで、それ0とか1所持の方はですね、問答無用で、原宝あるのであれば、原宝引きとか絆の水引きあるのであれば取っていただければなと思います。まあ、私はですね、まあ、一応メインアカウントは2ヶ月に1回のこの次回半期のタイミングでキャラクター取ろうと思っているんで、まあ、取ろうと思います。今言ったですね、撃砕キャラクターもある程度持ってるし、暴走キャラクターも2体とも持ってるんですけど、まあ、このキャラクターを取ることによって新たな編成の可能性が見えないかっていうのを検討するためにもですね、取ろうかなというふうには思いますが、まあ、基本的には無理にはしなくていいかなというふうには思いました。てなわけで、まあ、ちょっとぶっ壊れなことは確かにぶっ壊れなんですけど、まあ皆さんがですね、無理に取るべきでもないかなというふうに思ったんで、ちょっとまずはですね、このような動画を上げさせていただきました。まあ、この後ですね、まあ私ですね、ちょっとご飯食べて、まあメインアカウントは取ろうと思ってるんで、まあその取得動画とかも上げていきたいなというふうに思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。